こんにちは、スプレアートおいでんのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ。メキシコ料理を作り方を教えていきたいと思います。本当に簡単なんですよ。アボカドです。なんかメキシコでね、アボカドはだいたい、まあ毎日じゃないけどよく食べる。ちょっと切って、まあ中にちょっと美味しいもの入れていきたいと思います。材料はこれです。本当はね、もっとでかいアボカドです。あとツナ缶、玉ねぎ、チリ、塩コショウ、オリーブオイルとパクチーです。トマトです。チリはなくてもいいですけど、あったらもっと美味しい。じゃあまずこれを切ります。これね、チリが多分1個か2個も入れるけど、まあ日本だから辛くない方がいいよね。トマトで、トマトも切って入れます。玉ねぎはそんなにいらないから、このぐらいで十分。これも入れます。パクチーも切ります。おー、パクチー少しだけ、このぐらいで十分。これもちっちゃく切ります。まあパクチーは好きじゃなければもうこれ入れないだけ。じゃあこれも入れます。オペレーションも入れました。なのでちょっと混ぜますで、ここにちょっと塩コショウちょっとだけを入れます。で混ぜます。今作ってるのは一人分だけ。秘密です。秘密だけど本当です。ほぼチリ、トマト、玉ねぎを入れたらほぼメキシコスタイルっていう、スクランブルエッグとかを作って、これと混ぜたらもうメキシコスタイルです。ツナを入れていきたいと思います。 OK です。まあ、じゃあ最後にアボカド、こんな感じで回って、まあ、こんな感じです。これ取って、スプーンでこれを取ります。アボカド取ります。まあ、そのまま皮と一緒にこのまま入れる人も多いけど、私はあんま好きじゃないから、これね、取ってこんな感じで、こんな感じ、中はこんな感じです。アボカドの中にこれ入れますよ。最後にね、あんま好きな人がちょっと、ほんとにちょこっとだけオリーブオイルを、でもしマヨネーズが好きな人が、まあ、ちょっと上にちょこっとだけを入れて、出来上がりです。こんな感じ。これはちょこっとオリーブオイルで、これちょこっとマヨネーズ。いただきます。なぜか分からないけど幸せ、幸せとしか言葉が出てこない。多分みんなさ、やってみて食べてみてコメントに書いてね。もし美味しかったら、本当に美味しいよ。あとは全然辛くない。もう味はもう完璧すぎる。ということで、楽しいと思ったら、この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価忘れないでください。あとコメントとか質問など、これをやってとか作ってみてとかあれば、何でもコメント欄に書いてください。ありがとうございます。アディオスアミゴス。アディオス。